こんにちは、土の子です。マリオラビッツギャラクシーバトル続きやっていきましょう。さあ、次の新しい惑星に行く時がやってまいりました。行きますよ。次はバレンデ大地。どういうことだ、バレンデってなんだろう。ちょっとよくわかんないですね。フローラとかお花とかね、ガザーイとか豪雪とかわかりやすいんだけど、バレンデって何、隠れてるってこと、バレないよってこと。さて、ちょっとお話が動くのがちょっと楽しみですね。なんだ、馴染めてなくない、大丈夫。かつては宇宙一いろんな資源が取れるって有名だったけど、ふむ、ラビッツたちがすぐに全部使い果たしちゃった。しかもラビッツたち同じ過ちを繰り返すために別の星に次々移住していったんだって。ひどっ。しかし、食い尽くしてる。幸の幸いというのでしょうか。メカニックのマンマはまだここにいるようです。マンマってなんかお母さんっぽいね、本当に。クリサの虹色のバリアを壊す特別な武器を作れるメカニックは、この広い宇宙を探しても多くはいないそうです。じゃあ邪魔してこないかな。大丈夫ですかね。それが本当なら、スパークサンタが黙ってないよ。特に一番ずる賢いあいつが。でも、テラフォーマにはスパークハンターはいなかったし、もしかしたら諦めたのかも。ん、待って、一番ずる賢いあいつって誰のこと。この間出てきたな、そういえば。まんまってのを先に見つけよう。話はそれからだよ。何がパタパタ言ってた今。お、もうついちゃった。緊急事態です。なんだ、ダークネスの影響か地表で大規模な磁気嵐が発生しています。このままでは着陸ができません。着陸できないって言っても数メートルだよね。ならここからジャンプしちゃいましょう。ちょっとマリオさんたちなら余裕ですよね。余裕じゃないでしょう。ま、待ってください、ビーポン。それはおそらく位置情報システムの誤作動です。危な。ここから地表までの距離は約4万メートル。高度4万メートルってとんでもないけど。計算完了。ここから落ちて地表に叩きつけられた場合、衝撃は7000万ジュールにも上ります。ジュールが分かんない。なんか喉乾いてきた。ジュースじゃない。つまり、ゾウが踏みつぶしたパンよりもぺっちゃんこになってしまうということです。なるほど、分かりやすい。ああ、G に行ったら混乱してるの。とにかくジャンプで地上へ降りましょうか。話聞かなさすぎでしょ。頭さえ守っていれば安全ですからね。おいおい、まあラビッツたちならなんとかしちゃいそうだけど、いいの本当に、行っちゃうの。行っちゃった。え、嘘でしょ。何の躊躇もなく飛び降りていくみんな。パラシュートとかないの。パラシュート。今手つないだ、もしかして。あら、いいとこにありましたね、ポヨンポヨンが。あ、破っちゃった。なんでゆっくりだな、手つなぐの。手つなぐのか。あ、つないだ。手合わせた。あら、まんま。何してくれてんだい。すいません。大丈夫です。みんな無事です。ご心配なく。そういうことじゃないだろう。どこが大丈夫なんだい。私のバルーン便利調してくれるんだろうね。ああ。遊んでるし。ひどすぎる。ごめんなさい、あれはその宇宙船の AI の計算ミスで、それより僕たち大事な用があって来たんです。絶対許してくれないと思う、ね、協力してくれる。悪いけどガレージなら閉店中だよ。次のガソリンスタンドならこの道を行って9600万光年先さ。お顔当たっておくれ。もしかしてあなたがマンマですか。ここの番人で天才メカニックだっていう。ほう。
な。お願いします。ロックだね、なんか格好が。僕たちの船にクルサのバリアを壊す武器をつけてもらえませんか。じゃないとこの先に進めないんです。あら、やだ。あんたたちクルサを倒そうっての？あの高さからジャンプしちゃううっかりさんが。残念だけど、見ての通りガレージは停電中でね。助けてやりたくてもどうにもできないのさ。風車があんな状態じゃ電気も来やしないし。あらららら、すごい回ってる。あんたたち風車を直してくれないかい。現電気が戻ったらバリアなんちゃらを作ってみるよ。絶対できるって保証はないけどさ。あら、なんだこれ。これはスペースウォッシャー号の探査機です。ジニーからのメモがついてるね。なになに、降りれないのかな。磁気嵐の影響で通信はできませんが、これを使えば皆さんを船まで転送できます。なるほど、戻っていけるってことね。もしまだ船が地上数メートルのところにあると思っているならジャンプして戻ってきても構いませんが。だって、なるほど、 AI が計算を間違えたんじゃなかったのかい。バレちゃったね。よし、さてと。頼んだよ。風車の修理は随分ゆっくりじゃないかい。わかりました、頑張ります。なんかあるぞここに。ほい、うん、いい感じ。メモリーをゲットですかね。ガレージメモリー、お店もここにあると。安いのあるかな。カットバスターセールをやってるよ。損することも商売人には必要なんだ。見てて。どれが安い。え、セールしてる本当に。全然セール感ゼロだけど。なるほど、オッケー。まずはじゃあこっちでいいのかな。さて行きますか。荒れ地のフィッシュクロやってみるよ。どれどれ。うん、フィッシュクロがいると。フィッシュクロを倒せですね。なるほど、オッケー。3体いるのかな。あー結構いるね。上にもいると。なるほど、ちょっと見ましょうか。これは爆発させて倒していくっていうのもありですね。なるほど、フィッシュクローがたくさんと。 OK。 これはバトルはクッパは悪くないね。ラビッツ、いやラビッツマリオとかクッパもこのエッジにしたりしてみましょうか。近距離で強い攻撃をするっていうのはありだと思うんだけど、いやでも離れて撃った方がいいかな。ちょっと迷うな。うん、ちょっと迷いますね。毒うさ召喚、え、なんかめちゃめちゃいいねこれ。へえ。あ、レスキューも悪くないな。よし、毒うさをちょっと呼べるようにしました。よし、じゃあ行きましょう。さてと、まずはと、ふむふむふむ、結構倒しつつ。あ、これ何これ、え。え、これ上登れないの、マジ。ははーん、なんか、あ、これか。はい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 、これを押してる間はいけると。スライディングはいっぱいしておきましょう。3回スライディングできて、毒ウザを召喚。どう、よし、あ、いいねいいねいいね。はい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 、悪くない。さあ、そして
ここをドンドカーン。逃げ場はないよ。どう？おもろ。攻撃縛られてるよねこれでね。一旦こっち行っちゃって、スライディングで倒せない。なるほど。攻撃封印されてるけど、こっち一回こうして動けなくさして、ここからこうで倒しましょう。さてと、これはいや攻撃できるからやっぱ打って良さそうな気がするな。カウンターブローして、どや動いてくるのにカウンターブローが、あらあれカウンターブローはいやいや攻撃できないんなら、よし攻撃できないね。強いねさすが。オッケーオッケー、よし、いいですよ。ナイス、ありがとう。さてと、これが多分寄ってくるんだよな。ちょっとこうして、あーパワーアップが、待ってくれたまえ。パワーアップして強くしましょう。オッケー。そして、なるほど、スライディングで倒せるんだよね。スライディングで倒しちゃって、向こう側、これ毒毒ウェーブで、こうくるくる回して大丈夫？毒にしたと。これをどうするかだな。春風ウェーブもあるから、あんまりですねこれは。ストームブレードにこれを打って、これ来るんだね。でストームブレードで打つ。 OK、 よし、これで、スライディングで倒せないかこれ。マジか、倒せなかった。でこれで撃っちゃって、どう、まだ大丈夫ね。あやべ、あちょっと待ってあれちょっと待って、
ミスった。ミスったかもしれん。間違えたね。これ間違えたね、これ。やば、めちゃくちゃ強い。あれ、ちょっと待って、めちゃめちゃ強いぞ。まずい。あ、まずい、それは。おい、ボコボコじゃねえか、ちょっと待って。ちょ、マリオ間違えたな、これ。これマリオ間違えましたね。いやー、やらかしたかも、これ。これこう打っちゃって、これ戻これるんかな。あ、来れるんか、マジか。来れるんか。今3体目で上に4体目がいるのか。あそこか。なるほど。いや、ちょ、メガパンチャーがちょっときついな。ディスコタイムで呼んで、いやー、これもう倒すしかないかも。これもうこうして、いや、どうしよう。ちょっと待って、一旦よく考えよう。よく考えて、こうして、ここからスライディングで眠らせるでしょ。眠らせました。で、スライディング眠らせてのこれ、これは一旦起きないと見た。起きるんかい。あ、ちょっと待って、近くの、くそ。マジか。こっちで倒せる。やっとか。で、これ眠らせると、あと1体でね。いやー、やらかした、ほんと。別に、まずいっすね。やばい。さてと、春風ウェーブで、ちょ待って、自分死ぬのやめたい、本当に。うん、おし、勝負だぜ。スライディング、3回スライディングできる。自分もこれスライディング、これでもうラストだよね。はい、打ちまくって、よし、そしてさあラストで、なんとか倒しました。ちょっと危なかったね。余裕だね。やらかしちゃった。マリオが良くなかった、ここの場所。よし、わお、これは亀くんにはほんと迷惑だよ。いろいろ不便な場所なのに亀くんまでやってくるなんて。君、亀くんを3体やっつけてよ。え、亀くん生きてんの？マジ？カメックなんかいる？
これカメック？これカメックじゃないでしょ。カメックいるの？あ、ほんとだ、いるいるいる、カメックが。おーい、カメックいらっしゃいました。ロングシューター、ほら、アイアンビジョンで動いたらやっつけちゃいますよと。ここはカメックの近くに行って蹴りまくり、いいね、おーし、もうカメックやっつけちゃった。早っいいじゃん、はい、よし、余裕でした。この道で風車に行けるよ。ダークメステンタルグルがいるから近づかない方がいいかも。どれどれ、なんだ、あら、天才メカニックにしてバレンデ大地の番人であるマンマの物語が描かれているようです。へマンマは究極のジャーキーを求めて宇宙中をバイクで駆け巡っていたところ、ここに立ち寄ったみたいです。究極のジャーキーか。あら、緑コインチャレンジがあるけど、2番。マンマは自分からおせっかいをするタイプではありませんが、ラビッツたちのピンチを見て見ぬふりはできなかったんでしょうね。めちゃめちゃ助けてるじゃん、ラビッツたちを。あのメカを作って暴走させたのはここのラビッツたち自身らしいですけど。あ、そうなんだ。こう風車の方角で合ってんのかな。よし、風車のダークメスセンタルズクルズを止めて、危険につき立ち入り禁止、行ってみましょう。毒ウザを召喚して、倒したと。はい、よし、
ふん、2発食らっちゃうのが相当しんどいね。オッケー、みんな2発になったな。よし、今度は食らわなかったね。ちょっとずつじゃあ進んでいきましょう。これはまあ普通にここどんどんジャンプで飛んでいく感じで。一斉に移動しましょう。さあここでしっかりパワーアップさせて、よし、飛んでってと。よっ、ヘビゴー。お、いいね。よし、強い。ここで始めよう。こいつ倒せるんかも。やったね。そしたらばこっちに隠れとこう。オッケー。外周を回っていく感じでいきましょうね。めちゃめちゃ狙われちゃってるからしんどいっすねこれね。あそこまで来てんのか。ジャンプして限界ギリギリまで飛びますか。果たして、あー残念、マジか。これどこに行ける？ふむふむ、なるほど、上か。はいはいはい、狙ってんのがあそこか。オッケー、でもこれ撃っちゃって、最悪、最悪だ。いやー、ちょっとミスったな今の。あれは貫通しないんか。そうだよね、やらかした、正直やらかしたぞ。やばいな、敵がいまくる敵がいまくってるぞこれ。
いやミスったなこれは。ふむ。これちょっと眠らせて、眠らせる。あそこにいるでしょ。でここにもいる。いや上の方から来たらやばそうだな多分。これもちょっと怪しいかも。ああですよねー。これでもスライディングで倒しちゃうかここ。あこの子たちがちょっと強いよねあ、結構倒せちゃったな今ので。これはちょっと助かったかも。これも撃っちゃって、ほら変なの。よし大丈夫だったね。チームジャンプで飛んで、これを撃つ。オッケー。引き寄せはまだいっか。オッケー。あと2人、あと2体、あと3体いるのか。よし、じゃあ向こう側から行って、ちょっと土台になりつつ、ここまで来たね。ぐんぐんぐんいっちゃうよ。よし、まずスライディングでこやつをボコボコにして、毒座を召喚します。よっ、ルイージめちゃめちゃ飛べるね、ほんと。こいつを絶対倒して、オッケー。上からあそこから来てんだよね。おら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 、ちょっと固まりすぎたかも。大丈夫かな。片付いたね。よし、オッケー。よしですよね。オッケー。残りはあそこにいるみんなだから、こっちから来れるんでね。
これ下に行ってこれをこうするとこっち側に行けると。ただあそこまでしか行けない。なるほど。これはジャンプを使ってここまで行けるんだよね。でこう行ってこいつを倒したら多分終わりだと思うから、スライディングをしまくって、よし、まずこいつをまずこうすると。 OK。 で残りはこんな感じか。またやりそうなんだけど、おら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 これで終わりでしょ。でもすまん、やりました、勝ちました。一緒に落としちゃった。あれがマンマのガレージで使う電気を作ってる風車ですか。ほう、見てください、ダークムステンタクルがべったり。でもすげえ回ってるよね。どうやら風車が暴走しているせいで磁気嵐が起きているみたいですね。あららら、らとにかく近くへ向かってみましょうか。これが原因か。あれ、マンマはバレンデ大地のラビッツたちのはちゃめちゃな暮らしっぷりにどこか親しみを覚えたようです手のかかる子ほど可愛いみたいな。ラビッツたちの暮らしには重い代償が。かつて豊かだったバレンデ大地はマンマが来る頃には瓦礫と砂だらけの星になっていました。あららららら、なるほど。はい、ということでじゃあ今回ここら辺で終わっておきましょうか。次回風車の方向かって風車を解決していきたいと思います。ということでよかったらまた次回も見てください。それではツチノコでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。